ほう、ルカクさん、チームメイトに謝罪メール、誰からも相手にされず喪失感状態に。窮地のルカクは関係修復に奔走している、インテルの元チームメイトたちに必死にメールや電話を送り続けているルカク、しかし彼らの返事は満場一致のノーサンキューだという、キャプテンであるラウタロ・マルティネスをはじめ、全員がビッグロムに失望しており、状況は絶望的とも。マジでメンヘラやん。マジで何やってんだこいつ。八方美人に奔走しすぎて八方塞がりになってんのマジくさ。ルカクが焦りながらスマホポチポチやってるの想像して笑っちゃった。サウジ行くしかないねー。クラブとしてはまずい状況だけど感情的にはざまあみろすぎる、諦めてサウジ行ってくれ。そもそもインテル以上に失礼なことされてるチェルシーでプレイなんかできるわけないから早く諦めてサウジ行けよ。最悪や、どうなるんや。へえダメだろ、諦めろ。チャルハノール、裏切るなんて最低だぞ。ユナイテッドでルカクのこと切ったやつ有能すぎだろ。チェルシーはこの爆弾をあと3年買わないといけないのか。やることなすことすべてが面白い男。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。